はですね、皆さん譜面はどうですか、得意でしょうか。僕はね、若い頃はね、めちゃめちゃ苦手でした。その中でもね、特にやったのがキーを読み取ることができない。なんかこういうの見たことありますかね。まあ、実はこれだけでキーっても把握できるんですけど、なんか調合の関係全部覚えなきゃいけないのかというわけではなくてですね、実はちょっと裏技が存在するので、今日はそれをね、まあ実際レッスンでやってた動画を撮りながら解説していこうかなと思います。本編ゴー。元件表を見ながらちょっとキーをやっていこうかなと思います。まあ最初に書いてある調合、フラットの数、シャープの数でキーは把握することができます。で、この元件の表を見てもらえば、まあ右回りが5度に進んでいるから、まあ5度圏っていう表ですね。例えば C から見て G、ちょっと弾いてみてください。 C から G ですね。 C から G、 まあ真上の5度ですよね。じゃあ G、 ちょっとオクターブ上がってもらって、やってます。 G から真上に行くと D になりますよね。だからもうずっとこれ5度で回ってるよっていうのがこの5度圏表ですね。で、左回りに行くとちなみに 4度になってます。例えば C から見た F、そうですね。まあ、こっちの下に下がってもいいかなと思います。そうですね。これ、このキーの4度になるわけなんですよね。だから左回りだと4度になるよって覚えておきたいと思います。はい、例えば、じゃあ F からもう1個下がると、まあ、B フラットになりますよね。はい、で、右回りの場合は、このシャープがつきます。はい、そうです。ここに書いてある通りで、シャープがつきます。で、左回りだとフラットがつきます。例えば、まあ、例えば分かりやすいのは、僕が覚えたのは、シャープだと、どんどん上に上がっていく。なんかシャープってこう上がるイメージがあるじゃないですか。例えば、シャープ1個のキーかと思ったら、1個上に上がれば、ああ、この曲 G メジャーか。って分かるわけなんですよ。そうだ、例えばじゃあシャープ2個やったら何になります？ 2 個上に上がればいいんで、そこでちょっといないので、そうですね、ここ上がって、そう、D、うん、D メジャーになるわけなんですよね。そうだから、そのシャープの数上に上がる、どんどん上に行くよって考えればいいかな。例えばシャープ4つやったらどうなります？1で2、そう、これね、例えば僕はね、5度の関係性って真上に行くじゃないですか。で、こっから行けなかったら、ここの5度に行けばいいですよね。そう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 、全部こうオクターブ上がってると見づらいので、なんか1個2個で、ここからまた真上に行っちゃえば3個4個になるわけでございます。そうです。つまりところシャープが4つの場合は E メジャーキーになる。あ、だからこうするとめっちゃ見やすくないですか。見やすいです。うん、やっぱりそのエレキベースってチューニングの関係性が一緒なんで、もう指板で落とし込んでた方がうまくいくんですよ。はい、例えばじゃあフラットの場合は、じゃあフラット2個のキーって何になりますか。うん、B フラットになる。じゃあこの曲って、じゃあスタートバスフラット4つあるじゃないですか。4個下に下がればいいわけなんですよ。1個2個、でもこの時オクターブもう下がっちゃいましょうか。で3個、あ、惜しいですね、真下に行く。3個で4個、あ、つまりここメジャーかってなるわけなんですよね。ここ何の音ですかね。まあ開放弦が G なんで、G のシャープだって考えますよね。 G シャープ、うん、だ G シャープメジャー、ちょっと弾いてみてください。だから今日はもう G シャープ、シャープ4つのところ見てもらえば、まあ、A フラットって表記やってると思うんですけど、ここですね、シャープ4つ、はい、うん、そのところは、あ、もうこの曲は G シャープメジャーおよび A フラットメジャーかと考えれば良いという感じですね。 G シャープメジャー、どっちも大丈夫です。G シャープと A フラットは音は一緒なので、はい、理屈は一緒なので、はい、で、フラットで分かりづらければ、僕は4弦から言ってました。例えば C から、フラットが3つかって当たった瞬間は、1、2、3、こうやって3つ下がれるので、はい、例えばフラット3つやと何メジャーですか？フラット、1、2、3。そうですね、 G シャープメジャー、まあ、E フラットメジャーでもいいかなと思います。はい、うん、
こっちの方が下がり幅があるのと、まあ、こっちに行きまくりづらいというか、はい、でまああの下がるときはこっちで考えてます僕は、という感じかなと思います。なので、まあ、のまとめていくと、そのキーを例えばシャープがついてる場合はどんどん上に行く。だからシャープって上がるイメージがあるじゃないですか。だから僕はシャープは上に行く、でフラットは下に行くって考えてあげると割とキーは見やすいかなと思います。つまりところはこの曲はこのキーになっているぞという感じかなと思います。はい、どうだったでしょうか。めっちゃわかりやすくないですか。やっぱね、我々のエレキベースっていう楽器はこのね、縦の関係性とかね、チューニングがずっと一緒なので、指板でやっぱ覚えちゃうのが一番いいかなと思います。なので皆さんもこんなやり方を使ってキーの把握やってみてください。というかね、この動画ね、めっちゃね、僕的には久々で1ヶ月ちょっとぐらい撮影を終えたのかな。なんかやっぱ夏はね、忙しいね、制作やレコーディングやらで。でもまたこのちょっと落ち着いてきたので、あのまた動画なんか再開しようかなと思うので、でもやってほしいものとかあればコメント欄まで入れていただければいいかなと思います。なんかね、動画ではしないんだけどね、最近ね DI めっちゃハマってね、あのね、めっちゃひだ生徒さんにもめっちゃ借りて、やっぱレコーディングが増えてきたんで、まあ、どういう DI 使おうかなとか、まあその辺の話なんかをね動画にできたらなと思います。ということで、ベーシストの高橋さん、バイバイ。